Time was this was our town. One heist gone bad. Now we're hiding, biding our time. The guild, a shadow of what it used to be. It's a tough time to be a thief in Abar's Landing. But this is where fortunes are made. Learn quick, and nothing will be out of your reach. Rebuilding the guild is the only way. Need to bide our time, and then strike. This was our town. And so it will be again. ご視聴ありがとうございます。千尋でございます。今日もね、エルダースクロールズオンライン、盗賊ギルドの、続きの方をやっていきましょう。さてと、前回どこまで行ったかな？ベルサを仲間にする、といったところまで行ったと思うので、その続きから今日はやっていこうかなと、思っております。ちょっとね、まあ、いろいろ、時間的にちょっと、忙しいというか、まあ、なので、ちょっと、生配信ではなくね、ちょっと、録画という形で、ちょっと、しばらくやっていこうかなと。ちょっとね、生配信をやるとなるとね、ちょっと、時間が、深夜に、なってしまいそう。どうしたどうしたベルサ。どうしたのベルサは争ってなんかいない。意見が合わないだけ。根本的にとてもたくさんのことについてね。こんなに意見が合わないことはめったにない。アバーズランディングでは反対し続ける方がいいわ。友達に警告する役に立つからね。何、またゼイラと言い争いしてたのベルさんは。まあゼイラはギルドマスターとしてそれなりの資質があると思う。だけど私がそんなことを言ったなんて彼女に言わないでね。ああ、なるほど、ね、一応認めてはいるんだな。隠居生活を楽しんでいたのか。何、本を書いてるの。川水筒に毒を盛られたくなければ他の誰かの邪魔をしに行きなさい。分かったわ。そんなに知りたければそうよ。静寂が好き、庭仕事も。だけどこの生活を恋しく思っていた自分もいたかもね。ほんのわずかにだけど。なるほどね。いろんなこと聞けんな。クエのことどう思う。彼女は若すぎて未熟すぎる。ギルドにあんな若者の加入を許すなんてゼイラはどうかしてるわ。ええ、確かに彼女は素晴らしい才能の持ち主よ。だけどああいうものは大抵いい仕事の邪魔になる。本当よ。そうなの。静かに歩む者のことはどう思う。あのおしゃれ好きで着飾りすぎるトカゲをいまいち理解できなかったけど、周りにいてほしい存在だわ。彼はどうこして陽気で一緒に話をしていると頭が痛くなる。まあそれでもギルドにはいないよりいた方がいいのよ。なるほどね。あなたはゼイラに対する意見を聞くのが楽しみ。あなたのゼイラに対する意見を聞くのが楽しみだ。久々に戻ってきてみたらゼイラが仕切ってるの。はっ、彼女は古代妄想癖があって人々を率いる気構えができてない。それに私は人から命令を受けるのは昔から嫌いなの。ニコラスがギルドマスターだった時もそうだった。今さら従うつもりはないわ。なるほどね。なんかいろいろマーク出てんな。あそことこれちょっ
とやっていきますか。静かに歩む者からのメモ。リアよ、慎重な対処を必要とする個人的な問題が発生した。古い友人と忘れるべき過去の事件が関係している。この状況の繊細な性質から、信頼できる仲間にしか協力を求められない。つまり協力してくれれば大変ありがたい。ベルモント邸の近くで会ってくれ。この件の詳細について相談しよう。静かに歩む者。なるほどね。アバーズランディングの上層地区で静かに歩む者と話そう。ちょっとフィルターを入れてるから、コントラスト強くなりすぎてるかもしれない。だからちょっと暗いところで暗いかもしれない。逆にでもこれがいいのかなと。久しぶりに動画でやるからあれだな。でも動画でね、やる方が、まあ、手間がかかるんです。一回動画編集してね、もう一回上げ直す。YouTube にね。まあ、だから動画が YouTube に上がるまでに、まあ、ちょっとした手間があると二つぐらいかな。まあ、だからね、めんどくさいんですよ。ただね、画質、うん、生配信だとどうしてもブロックノイズってもんが出てね、ちょっとね、動きの速い、ね、画面のね、こう描写がね、ちょっと動きが速かったりすると、ブロックノイズってもんが出て、あんまり綺麗じゃないんですよ。まあ、だからね、まあ、録画して、本当は届けた方が、まあ、いい画質でね、皆さんに、まあ、ストーリーを届けられるのかなと。いうのはあるんですけどね。どっちを撮るべきなの？やっぱりね、生配信してるときに、まあ、コメントくださるね、まあ、方もいますから、まあ、そういう人とのね、おしゃべりしながらゲームする方が全然個人的にも楽しいですし、そっちの方がいいんですけど、いかんせんね、画質がちょっとなーって思ってて、まあ、いい方だとは言われるんですよ。ただやっぱりどうしてもね、どうしても生配信出てしまう。本当にもうお金かけて、対策してないと。なんかいたのここに。そっちか。こういうでもストーリー界はやっぱりね、録画の方がいいんじゃないかなと思ってるんですよ。その個人的な問題に関して助けてくれるか。これは旧友アナイス・ベルモントの邸宅だ、うん、前にいた時と変わらず大きく豪勢だ。その古い友人についてもっと話してくれないか。アナイス、どこから始めようか。初めてアバーズランディングに着いた時、俺はアナイスとその家族に引き取られた。アナイス、彼女とベルモントの人たちにはたくさんの恩義がある。行動様式、話し方、ファッションセンス。そこで養ったのが、そのファッションセンス。ファッションセンス。ファッションセンスは。でも彼女には長い間会ってないってことか。時は過ぎ、物事は変化する。一家がブラックマーシュへの長い旅行のために荷物をまとめた時、ここに留まることを決めたんだ。あ、一家は商売の相手と取引に行き、俺はアバーズランディングの通りをさまよい歩いた。そしてギルドが俺を見つけ採用した。なるほどね。あれ、別になんか奴隷みたいなことだったわけじゃないんだな。でここで育ったってことかな。俺はとても幼かった頃にここに連れてこられたんだ。最初の記憶はアナイスとベルモント邸の記憶だ。アナイスと俺は一緒に育った。親友だったんだ。一家がブラックマーシュに旅立つまで二人はいつも一緒にいた。それくらい近かったんだ。アルゴニアの家族はどうした？なあ、それを聞くとは思ってもみなかったよ。
父親が俺を何か恐ろしい運命から救い出したのだとアナイスは言ったが、詳しいことは何も決して教えてくれなかった。ベルモント家の人たちはとても親切にしてくれた。ギルドを除けば彼らは家族に最も近い存在だ。うん、で友達に会ってからしばらく経っているってことね。一家が旅立った時、俺は13歳になったばかりだった。彼女は一緒に来てほしいと望んだが、俺は自分が知っている唯一の故郷を離れられなかった。夜に抜け出して、それ以来一家を見ていない。今アナイスが戻ってきて、家の邸宅を管理している。なるほどね。で、何をしてほしいんだ？アナイスは戻ってきてから俺のことを聞いて回っているようだ。そんなに仲が良かった。一緒に過ごした記憶のため、過去を過去にしたくなかったことははっきりしている。その記憶を盗みたい。できれば捕まらずに。幼馴染から何を盗みたいんだ？過去は私たちを引き止める万力にもなりうる。目にしたことがある。アナイスに記憶を手放して俺を忘れ、自分の生活に戻ることを教えたい。そのアイテムを盗んだら、もっともそれはかつて俺のものだったアイテムだが、彼女は俺を探すのをやめるだろう。ああ、なるほどね。二人の思い出の品みたいなものを盗んできてくれと。で、それはどんなものなんだ？思い出の品。俺が生まれた卵の殻と、生え変わりの時期に抜けた鱗からアナイスが作った宝飾品だ。大きな声で口に出すとなんだな。誰かが抜け落ちた自分の体の一部を持っているというのはなんだか変な気がする。これは一般的な慣習なのか？いや、わかんないけど、そのアイテムはどこに保管されているのか心当たりあるのか？ベルモント邸は大きな邸宅だ。俺が部屋を探している間にキッチンと中庭を調べてくれないか？終わったらそこで合流して一緒にここから出よう。わかった。準備ができている。やろう。影のようにあまり混乱を起こさず、また誰からに見られることなく邸宅に出入りする。わかったな？わかってる。あんまりあれだな、殺傷も控えた方がいいな。これはここからもう入っちゃうの？入ってない。ベルモント邸。レッドガード表面上は剣は、ここに戻ってくるなんて変な感じだ。早くしよう。思い出の品を見つけたら、誰かに気づかれる前にここからって。中庭とキッチンを調べろ。その後で邸宅の家族棟で落ち合おう。分かった。パーシー・ベルモントさん。いつも何かやることがあるんだ。2階を見てくるか。他のものを盗んではいけないとは言われていないな。いる。こっち来る。来ないんかな。あ、なるほどね。見張りか。なるほど、こっちとそこを見行ったり来たりしてんだな。続くんだろうな。あれ、なんかある感じじゃねえな。虚無の体験。何もなかった。
パーシー・ベルモンドさん。表出ちゃうな、これね。あ、ちょっと。砂に、はい、寄ってたの。ベルモントの玄関。誰かいる？いるな。ソラン・ベルモント。二階を見よ。いや、いるな、誰か。違う。ビムジー。ビムジーは見つかっても大丈夫なやつじゃないの、これ。ごめんな、ビムジー。あ、誰か来たよ。プレイヤーさんが。あなたも、はあ、彼女がここを見たら失望するだろうな。これは何？ちょっとした水場があるけど。ありがとう、ビムジ、目をつむってくれて。イドラドリエル。永久に追い出される前にさっさと出ていくんだな。あれ、見つかったぞ。あちらプレイヤーさんは見つかったぞ。運が良かったみたいだな、俺は。見つかるわ、ビムジー。こっち向いてるな、ソランは。ソラン・ベルモンとブレトンな感じするな。早く向こう向いてくれ。よし。中庭。休みがあればな。なんかあるね、ここに。これは中庭行かなきゃダメっぽい。ここは人多いよ、きっと。あ、ランタン持ってる。衛兵いるな。向こう側。あ、あるね。あれじゃない。来た来た来た。あれ大丈夫。これでは何を。空のブレスレット。これかい？探してたのは。これのあるなし、やっぱちょっと犬大丈夫なの、あれ泣きわめかない、あれ大丈夫そうだな。あ、いい子だ。よかった。キッチン。グラソフ。オークだな、あの名前。いるよ。カルバス・マルク。あそこにあるね、なんか。マルクはどういう動きすんの？あれ、これは？マルク。あ、マルクリナだ。もうダメなんじゃないかな。まだ。よし。これだね。うん。なんかあるわけじゃない。グラソブ。グラソブは調理人？なるほど。多くはあれだね、食文化に長けてる人多い気がするな。
向こうか。ペニンダール、こっち来るなよ。はい、ぞいぞいぞ。全然吐いてなかったな、今んとこ。よし。いや、見つからずに手に移動するってやっぱ大事。えへ、侵入者だ。ちょっと、侵入者がいるぞ。ちょっとちょっと、タイミング。ソランに見つかっちゃったな。入ってきたもん、ミラ。入ってくる場所をもうちょっと考えなきゃダメだった。いやでもここしか入れないんだもんな。やだー、これでしょ。俺のアミュレットを取ってくれないか。アルゴニアンがその中にいてな、彼は俺を不安にする。なんでだ。はあ、彼女がここを見たら失望するだろうな。行く前にもう一つやることがある。なんだ。以前はアナイスとバルコニーに座って夕日を見たものだ。この思い出を忘れる前にもう一度見てみたい。じゃあどこにあるの。記憶の通りだ。とても美しい。ここか。アナイスとここを抜け出して夕日を見ていた。最高の時間だった。それなのにあなたは逃げた。あら、私を裏切って一人にした。最愛のペットがそんなことをする。ペット。アナイス、違う。お前はここにいるはずではない。友達だったのに、一緒にたくさんのことをしたのに、あなたは夜のうちに盗賊のように逃げていった。それが戻ってくるなんて。財産を盗みに来たの。な、何を言ってるんだ。理解できない。なんだ、どういう関係だの。ペットとしてたの。アナイスは友達じゃなくて。お前ひどい話だな。ちょっと待って。それにお前は歩む者と同じぐらい悪い。一体何の権利があって我が家に侵入し所持品を持ち去るの。衛兵を呼び、お前たち二人に教訓を教えるべきね。ベルモント家は盗賊や反逆者を快く受け入れない。どうして静かに歩む者をそんな風に話すんだ。二人は友達だと思っていたんだか。友人？おそらく私が幼く何も知らなかった頃はね。でもあのトカゲはペットなの。それ以上の何でもない。私がまだ少女だった頃、父がくれたのよ。逃げ出し、するべきではないことをしたペットにどう対処するべきだというの？そう考えるのであれば、なぜ彼を探している？私は家の資産を管理し、古い事業を清算するためここに戻ってきたの。彼は私の所有物なのよ。所有物を自分の手に戻したいだけ。あなたには衛兵に対処させるわ。働くより盗みを選ぶような者たちに対して忍耐力は持ち合わせていない。ひでえな。静かに歩む者は所有物などではないし、ここにとどまらないだろう。彼はお前に彼のことを忘れてもらいたいみたいだ。彼を忘れる？この数年間彼のことばかり考えてきたのよ。どうして私を捨てたのか、友情と愛を拒んだのか。いいえ、彼が悪いトカゲのように扱われたいのならそうするわ。もう衛兵は呼んだわよ。お前は変わったアナイス。そうでなければ俺はずっと思い違いをしていた。思い違いしてたみたいだな。さよなら昔の友よ。さよなら？違うわ。この館から逃げようとしても私の密偵があなたを見つける。あなたは今もこれからも私のものよ。ひど。衛兵、
侵入者たちの身柄を確保して。もう行く時間じゃないか、早く。どうする、どこから逃げる。逃げれるのか、ここから。逃げれません、逃げれません、逃げれません。これ逃げれないわ、ここからも。ひどかったな。まあお前の、まあでもそっか、子供の頃だからな、そんな風に思わないよな、仲良くしてたら。すげえヒート上がったじゃん、415ゴールド。衛兵に追い出される前にさっさと出ていくんだな。私じゃないの、使った。まあでもよかったんじゃないか、なんか、うん、変な捕まり方せずに済んだよこれ。隠れ家に来てくれ、そこで話そう。そうしよう。ちょっと手がかかっちまったな。600は痛いな。いけるんじゃん。あ、いやーちょっとなんか悲しい話だったな。いきなり一発目としては。友達だと思ってたんだね。だ、向こうも対等に思ってくれていたと、そう思ってたんだけど、それはもう静かに歩むものの都合のいい捉え方だったんだと。実はお話しできるペットをね、お父さんが、なんかもしかしたらちょっとあれだ、あれかもしれないね、あのそのアルゴニアンの家族もう静かに歩むものを差し出す代わりに自由にしてくれみたいなところがもしかしたらあったのかなと思うと、ちょっと重いな。あれ、なんか増えた人。クエンは登るのがそこそこうまいけど背が高すぎて本当の宝が隠されているところまで入れないんだ。だからギルドは私を必要とする。高さに長所はあるだろうけれど、
私は何でも短くて簡潔な方が好きだね。そうかい。一長一短があるんだよ。どちらにも。これはマクセレ。爆発は好き？私は爆発がとにかく大好きなの。眩しく光る色と大きな音、興奮しちゃうわ。それと炎、私は炎が大好きよ。あの踊り方、あの燃え方、それと激しい爆発は、もうあれを見たら足の指が全てしびれるわ。なるほどね。ベルサの復帰に関してどう思う？最高よ。そうとしか言いようがない。実のところベルサがいたから私はこのギルドに加入したの。あれこれ彼女が教えてくれる全てのことを学びたいと思ってね。でも彼女に質問をするといつも首を切り落とすぞと脅される。戻ってきて嬉しいけどね。いやでも人増えた気がするよな。で静かに歩むものは、あそこにいるわ。こっちか。これだ。なんかあるな。またクエスト。あ、これ君の住まいなんだ。アナイスとの会合は思っていたようにはいかなかった。彼女が変わった、私が変わったのかもしれないが、いやどっちも変わってないんじゃないか。自分の真実を知ることは時にとても混乱させられる。彼女は友人だと思ってたと思ったが、彼女は友人だったのだ。昔はな、ほぼ確かなことだ。我らはいつでも一緒だった。互いに笑い遊び館を探検したのだ。おそらく自分が逃げ出した時、彼女を見捨ててしまった。それが彼女をこのような見慣れぬ獣に変えてしまったのだろうか。彼女の奴隷だったのかと思ったよ私は。自分が奴隷だったって？いや、それがどういう意味かどちらも知らなかったと思う。あの頃はな、我らがまだ子供だった頃は、おそらく心の底では全てを知っていたんだろう。だから逃げ出すとき、アナイスとブラックマーシュに行かなかったのだろうな。なるほどね。これら思い出の品を盗んで何かを達成したのだろうか。もちろんさ、アナイスから思い出を取り上げて自分の若い頃の思い出の品を取り戻したんだ。それに友人がどれほど変わってしまったかが分かった、あとは彼女が以前の姿を取り戻せるようにどう手助けができるか考えよう。できないよ。彼女が俺を見つけるより前に。お前を見つけ出すという脅迫をアナイスが実行すると思うか。彼女は俺が近くにいると知ったのだぞ。これまでの労力を倍にして家族の金で買えるものなら何でも利用するだろう。俺ならそうする。ところでこの件では協力してくれてありがとう。次の行動を決めたら連絡する。まだあるな。これこれで話が終わりじゃねえな。授業の最初、まだいける。授業の最初の彼女は経験値をね、ちゃんと振り分けれるよ。あ、盗賊ギルドが4に上がったぞ。これ取り逃したな。10万ゴールド。まあ仕方ない、いろいろねあったから。今日じゃねえや、今月。それで、スキルもうすぐだね。もう早く50にして、もうここにね、何を入れるみたいなの縛られたくない。好きなスキルを早く入れたい。今はそんなとこ。盗賊キルド恩赦、衛兵に見つかったとき1日1回まで恩赦を使用できる。使用すると衛兵に逮捕されたり金や盗んだ品を奪われたりせずに済む。さらに恩赦の使用後1分間は別の犯罪を犯さない限り衛兵が近づいてこないね。これは必須でしょ。賞金をかけられていて戦闘中のとき隠れ家を持つ追いはぎを見つけられるようになる。
追いはぎに話しかけるとプレイヤーは近くの隠れ家まで無事に移動することができる。だ逃げてる時にそいつがね来てこっちだって言ってたらそいつに近寄ったら、まあ、戦闘中であろうともね無事に、うん、まあ、捕まらずに済むよということだろうね。かけるベル。目撃者と衛兵の探知範囲を 10% 低下させる。これいいな。目撃者と衛兵は犯罪行為に気づきにくくなる。しかし衛兵に見つかる距離には影響しない。見つかる距離と犯罪行為に気づく距離は違うの。まあ、ヒートがかかってる時に追われる距離と、うん、ヒートがかかってない時に犯罪行為見られる距離が違うよという補足だろう。これはベルサからのメモ。リア、鉄の車輪から手に入れたものは私たち全員にとって魅力的にもものになるでしょう。強奪について話しましょう。準備ができたら隠れ家の外で私と会って、ベルサ。強奪についてベルサと話す。なるほど。カルクレガの外でベルサと会う。ここにいるけどな。私に倉庫を売ろうとしているのか。いや、もちろん違う。だが、もしそうだったらいくら払う。なんか話してるぞ。銀の爪と。アジン同士の話。なんかあるな。順番を追った方がいいのかな、これ。まずはベルサと外で会って、これが終わってからもう一回そのメモを見よう。忙しかったでしょ。あなたは盗賊ギルドに大きな機会を与えていたことに気づいた。全然気づいてない。気づいてないようね、うん、大丈夫。あなたが鈍いとほのめかすことすらしないから。それくらい儲かったのよ。もう少し具体的にお願いしていいかい。銀の爪の台帳があるわね、うん、ノーシラー要塞から盗んだ脅迫材料よ。なるほど。それが強奪の計画書なの。昔からね、ライバルの弱点をつく。彼らが不正な手段で得た利益を自分たちのものにする。それを再建に使うの。なるほど、魅力的な話だね。脅迫の中のハレンダーという名前に気づいたわ。ハレンダー。彼はクローカッター、盗賊から盗む盗賊よ。なるほど。道理でね、彼は私たちに強奪担当として加入している。まあ無理は禁物よ。次は誰と話すべきか分かるわね。分かった。ハレンダーとは。ゴローがね、ファレンガーに似てるから、ドラゴン研究者かと思っちゃう。ファレンダー、どこにいるんだい。それこれか。コインをくれたらあなたのこともお祈りしてあげる。本当に大丈夫。アラファイア、哀れな魂を救ってくれない。救いたいんだけどな。いいとこにいいんだよな、いつもあいつ。いけないか。
ここか。ファレンダー、ファレンダー。ああ、ベルサが言うには、コッシュの束縛からファレンダーを解放したのはお前らしいな。あ、捕まったのか。なんだそうしようっていうそうだぞ。彼女が認めるよりもしっかりしているな。だがファレンダーの目は爪よりも鋭い。ベルサに関して言えば舌もな。彼女との会話が恋しいよ。両者ともギルドに仕えている。そして今やお前に仕えているんだ。ほう。ベルサはお前が何か大きな儲けを見つけるのを手伝ってくれると言っていたけど。ああ、いいヒントは私が提供するサービスの一つに過ぎない、うん、ファレンダーを立ち会い人、案内人、運搬人と思ってほしい。なるほどね。盗みを働いてくれれば残りの仕事はやる。なるほど。だから前衛はお前に任せるということだね。サポートは私がやるからと。その情報についてもっと聞こうじゃないか。ファレンダーはギルドに面白いことを運んでくる小さな鳥だ。いや、お前猫だ。何か面白いことを見つけて教えてくれれば盗みを計画する。なるほどね。自分を通すか、そうでなければ全く関わらないでくれ。メンバー同士で領分を犯し合うことも報酬を奪い合うことも望んでいない。ああ、なるほど。準備は整ったって言っちゃうと始まっちゃう感じ。これ初めての盗みの準備は整った。それなら我らの収集家が巣に何を持って帰ってくるのか見てみよう。ギルドホールのヒント版で待っている。分かった、向こうで会おう。いろいろ話聞きそびれたの。近々尾行者の見分け方と巻き方を教えてやろう。カジートの踊りのことじゃないぞ私はいいダンスパートナーと言われるがな。盗みの仕事の際は周囲に気を配るんだ。ミスは許されない。分かった。面白いカジートだな。これはさ、いやまあそうか、別に違うか。ハゲてるわけじゃないんだよな。 M 字ハゲっぽく見えるんだけど、ハゲてるわけじゃないんだよね、カジートは。難しいな。ゴーダスボードでファレンダーとは。いいタイミングだ。早く振り返れ。よし。あれ、さっきのアラファイア、お前か。ドン・ケディック。まあ私も偉そうなこと言えるあれではないんだけど、手を血で濡らしてしまってるから。アラナの被り物みたいなのを被ってる人いたね。先にバレンダーと会おうか。バレンダー。あ、さっきのボードのところ。アバーズランディングの出身なの？俺はアバーズランディングの生き物だ。この町がなければ今の俺ではなかっただろう。わからない。あなたは誰なの？単純だ。俺の意図はあまり明確ではない。いい服が早急に必要だ。何の話してたの？全然噛み合ってなかったけど。あなたは誰なの？いい服が必要だ。
あ、いた、ファレンダー。ファレンダー、近々尾行者の見分け方と巻き方を教えてやろう。カジートの踊りのことじゃないぞ。さっき聞いたな、それ。私はいいダンスパートナーと言われる。考えとこう、もう始められるか。もちろんだ。お前の仕事ぶりを早く見たい。掲示板の仕事があれば出発しよう。おう、ちょっと待て、クエストだったのかこれ。近々もちろんで、これで、あ、そういうことか、デイリーのやつが受けれるようになったよということね、今ので。なるほどね。これは強奪モード。盗賊ギルドは強奪の仕事の手がかりを探るためにこの掲示板を使用している。板の摩耗はこの仕事の浮き沈みの激しさを物語っている。今日のリスト確認。まだ無断で隠れ家を利用する奴らを嗅ぎつけた。品物も持っているようだ。直ちに奪うべきだが、目立たずに行えば奴らが気づくまでにしばらく食い物にできるかもしれない。なるほど。新たな情報が興味をそそったか。場所を知ってる。そうだといえば、今日は我々皆がもう少しだけ金持ちになれる。うん。隠れ場所だけでは分かりにくい。そこについて教えてくれないか。目的ははっきりしていると思うがな。詳細について興味があるんだろう。密売人たちの便利な入り江さ。入り江？少しばかり有名になりすぎて、人々がずっと辺りをうろうろしているんだ。現在の保有者はさぞ警戒しているだろうな。なるほどね。十二分に気をつけよう。盗みの場所へ連れて行ってくれ。ああ、そういうことか。あれだ、闇の一刀の時のやつだね。うん、あれと似たような、あれの盗賊版があるよと。いうことか。じゃあ、なんかあれだね。いろいろあるね。タスクが。なんかでも教えてくれないんだな、これ。何を盗んだらいいのかとか、何を達成したらいいのか。時間あるのかな。何、財宝を探す、隠された袋を見つける、3、時間切れの前に強奪完了する。なるほど。ここか。これはあんまりのんびりしてられないよね。これ隠し通路的なやつないの？あ、あるじゃない、ここに。え？向こうから行ける、これ。行けない感じだね。行けない感じだけど、え？この辺りから行くってことか。ちょっと待ってくれ。あんまり時間がない。いや、これ見つかるんですよ。あ、ちょ！残り時間が減るんだ、見つかると。ちょっとこれしんどいな。あ来る。あ、こっち来るの。ちょっと待ってくれ。それはないよ。はっ、もういいだろう。なんかトラップ的なやつがあったっぽいな。あ、下にもあるだ。その前に上だ。目先下だな。はっ。これは難しいな。闇の一刀のやつの方が全然楽だ。黒、もう一つは見つかってるんだ。それをどう行くかなんだけど、この先か。なんか通り抜けられる場所がないのか。ないです。どうやって行くんだよ、さっきのとこじゃ。あ、はっ、上じゃないこれ。
辺にどうやっていく。マジか、もう2分しかない。お前待てよ、お前やるか、お前行くの。何、よいしょ、どこで見つかったよ。上かい。もう無理だ、1分しかない。わあ、はあはあ。これだ、これだけどもう無理です。あ、いる、見つかってない。いや難しいな。いやもうのっけからなんか時間がねえっていうのはちょっと難しいよ。こう行くのかな、もしかしたら。どこに来る、遠いな。もういっか、別に時間ねえんだ。よし、あれ別になんかあるんじゃねえか。道あるんかと思ったら違うわ。よっ、あれ上ある、上だな。消えたぞ、消えたぞ、いた。ほっほっほっ、あ、え、あ、嘘、ちょっと。隙間から落ちるんかい。いやーちょっと、これは骨折れる作業だな。でもこれがうまくいくかいかないかだね。盗賊ギルドのスキルの上がりやすさは全然違うんだろうな。あれ？これで2個目？あ、いたのね。申し訳ない。これだよね。これをどっから踏んだと。なんかあるな。下水管みたい。いや、道あるっぽいんだが、あそこに。あれ？なんだ。行く道あるじゃん。こういう知識がないとってことね。
あれの上どうやって上がるんだってうろちょろしてると見つかるみたいなね。なるほどな。これは上がれない、上がれない、熱っ熱っ。勝手などいないんだ。いやちょっと無理くりだったわファレンダー。全ての仕事が計画通り進むわけではないが、かといって尻尾を巻いて逃げなければならないわけではない。お前は品を手に入れた、うん、ファレンダーはすぐに別の買い手を嗅ぎつけるだろう。ありがとう、アジトへ戻ろう。これが最新の取り分だ。どうだったそれで。悪くない。俺たちはしばらく追跡されるだろうが、品物は動き続ける。いつだってそうだ。さ、取り分だ。また頼むぞ。ありがとう。ちょっと待って、で使っちゃう。これがよし、うん、というわけで今日はここまでにしましょうが、今回は、うん、この続きはまた、ね、また録画で、しばらく録画で、うん、皆さんにお届けしようと思ってますので、よろしければね、ご視聴お願いします。というわけでお疲れ様でした。ごきげんさよなら。お疲れ様です。